にちは、ゆべしです。ピッ、本日の動画はですね、きっとみんなも楽しみにしていてくれた方も多いかと思います。新年のお楽しみといえば、じゃじゃじゃーん、福袋を開封していきたいと思います。サマンサモスモスの福袋でございます。実は私ね、去年も福袋の動画を出しまして、サマンサモスモスの福袋とまたカルディの福袋買おうと思ってたんですけど、カルディの福袋が外れてしまいまして、だけどモスモスの福袋はゲットすることができたので、こちらの福袋を開封しつつ、実際に着てみながらね、お届けしたいと思っています。ぜひ最後までご覧になっていてください。それでは動画どうぞ。ということで動画始まりました。こちらの福袋ね、いや本当に毎年大人気の福袋なんですよ。店頭と公式のオンラインショップと、あと楽天ファッションの方で12月1日に予約受付の方がね始まりました。一応ね、サマンサモスモスの福袋は事前に中身がね発表されるんですけど、今年はこんな感じで、通常の分が1万1000で2種類、ウェブ限定の分が1万6000でこんな感じの2種類ということで発表されて出ていました。本当にね、毎年とっても人気で、キャンオンラインショップの方が結構私一昨年とっても人気だったなと思ったので、楽天ファッションの方でこちらのウェブ限定の方をね購入しました。みんなと一緒に開けていきたいと思います。なんかさ、この袋巾着になってて、持ち手のところもついてて、これも使えそうです。可愛いです。開けていきます。じゃーん、可愛いということで着てみました。可愛いです。ここからはこんな感じでお送りしたいと思います。こちらのブラウスは比較的ゆったりとしたシルエットなので、とてもねリラックスして着ることができるなと思います。しかも生地も結構ね柔らかい生地感で、もともとちょっと芝っぽい感じの生地感なので、お洗濯をして伸ばしてっていうこととかもなく着れると思うので、すごくいいなと思います。こちらのブラウスね、襟がとてもアクセントになっていてね、とってもガーリーで可愛いんですけど、じゃ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 ーん、なんとですね、襟が取り外すことができるんですよ。そうすると首元がスッキリとして、カジュアルなアイテムが好きな方とかも結構着やすくなるかなと思います。しかもね、この襟が取り外せることによって、襟を別々にね使うことができると思います。なので後ほどこの襟をアウターに合わせてね着てみたりとかもしたいなと思っています。奄美要素が胸元のこのギャザーだったりとか、袖の部分とかにあったりとかするので、モノトーンにまとめると大人でもすごく着やすいんじゃないかなと思います。そしてこちらのブラウスはこんな感じで前ボタンなんですよ。なので羽織みたいな感じで着ることもできたりとかするので、本当に着回し力が高いアイテムだなと思いました。それでは次、続いては絶対このブラウスと合わせたら可愛いやつ、じゃじゃーん、はい、ということで着てきました。こちらも使えそうですね。前後着ガラーミニットカーディガン7590円の商品です。結構ねゆとりのあるシルエットになっていて、袖もこんな感じで萌え袖になる感じの長めのねサイズ感です。しかもねこれすごく可愛くって、透かし編みみたいになってるんですよ。なので透けて見える感じがとっても可愛いし、厚スニーズっていう感じのちょうどいい厚さなので、今こうやって長袖とかと合わせてきたりとかしてももちろんいいし、これから先夏場とか肌寒いなとかそういった時に羽織るカーディガンとしてもすごくいいんじゃないかなと思って、かなり長い期間ね活躍するカーディガンだと思いました。しかもやっぱりね、福袋でトータルコーディネートができるだけあって、このねブラウスとの相性もすごくいいですね。しかもですね、こちらのカーディガンなんと前後着で着れちゃうんです。ボタンの方を後ろに着てみました。こんな感じでね着てもすごく可愛いですね。しかもこのシンプルな感じのところにこの襟つけちゃうとすごく可愛いんですよ。シンプルなところに襟がアクセントになってすごくいいですね。こちらもね着回し力が高く長く着れちゃうアイテムでかなりお得でした。そして続いては気になるワンピースいっちゃいましょうか。ワンピースいきます。
ということで着替えてきました。こちらはタックいっぱいワンピース9790円の、ね、ワンピースです。こちらもねモスモスらしいゆったりとしたねリラックス感あるシルエットです。私身長160センチなんですけど、このくらいの長さなので大人っぽく着れるかなと思います。だけどそこまでね長すぎるっていうわけでもないので、私よりちっちゃい方とかでもね大丈夫なのかなっていう感じのワンピースですね。しかもですねこちらのワンピースは名前にもあったようにこのタックがねいっぱい入ってるところがモスモスらしくガーリーな感じもあってすごく可愛いです。首元とかもこんな感じで結構すっきり開いてるタイプなので、中にタートルとかを着たりとかしても重くなりすぎず首を詰まってる感じにならず着れてすごくいいかなと思うし、やっぱりですね福袋でトータルコーディネートは考えられてるっていうことで、先ほど出てきたこんな感じのカーディガンとの相性もいいし襟との相性もすごくいいです。このコーディネートすごく大好きです。透け感はね若干あるのでベチコートとかは履いた方がいいかなとは思うんですけど、かなり良いワンピースで福袋に入ってて嬉しいっていう感じでした。ということで次に行きたいと思います。続いてがなんとなんとアウターです。じゃじゃーん、こちらのアウターが入ってました。クルーネック中綿コード16,390円ということで、このアウターだけでね福袋の元が取れちゃっているっていうアウターなんですけど、全身のシルエットもすごくシンプルな感じなのでカジュアルなアイテム好きさんもガーリーなアイテム好きさんもどちらもねすごく着こなせるような何にでも合わせやすいようなアウターだなと思いました。しかもこちらのアウターはクルーネックノーカラーのアウターになってので首元がすごくスッキリしてるので、中にタートルとかを合わせてももちろん相性がいいし、今回はやっぱりねこの襟をつけるとより可愛いんですよ。こういったノーカラーのアウターに襟をつけるのすごくバランスが良くてとっても可愛いですね。中綿入りのしっかりとしたアウターなのでちゃんと暖かくも着れるっていうところがねすごくいいなと思いました。ポッケもしっかりついているし、こちらもかなり優秀アウターだなと思って福袋に入っていてとても嬉しいものでした。もうめちゃめちゃ良かったですね。今年も買えて良かった。ということでサマーサモスモスの2023年の福袋開封いかがでしたでしょうか。いやもう本当に去年に引き続きとっても豪華で、かなり着回しとかも効くようなすごくね素敵なお得な福袋だったなって思います。今年も買えて本当に良かったなって思います。今回の福袋の中に入ってるアイテムでのコーディネートはもちろん、自分のねもともと持っているお洋服とかともいろいろ合わせてみながらこの福袋ね楽しみたいなと思います。来年もう絶対チェックしようっていう風に今回ね再び思ったサマーサモスモスの福袋、みんなもね開封動画楽しんでもらえてたら嬉しいです。この動画がね面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまた。